京都立花高校コンサート部が記録樹立を目指して台湾へ第14話寄付金と受け取った人数が最多2023年12月9日深夜京都立花高等学校楽器部が再び台湾へ12月10日の夜明け後の高尾ドリームランドでの行進パフォーマンス12月11日午前高尾のチェンギホテルでポップアップイベント富士ホテル泊まり京都立花高校吹奏楽部への歓迎夕食会でのことです。玉山銀行をはじめ富士ホテル代表ケンジケンジオレンジデビルズへの大きなサポート3社共同で300万円を寄付約64万9000台湾ドル立花高校吹奏楽部の皆様へ若い学生たちに勇敢に夢を追い求めるよう奨励し好きなものに光を当ててオレンジデビルにも感謝台湾の人々に感動をもたらす夢が詰まったパフォーマンス私たちも台湾と日本の友好のために全力を尽くします。こちらも京都立花高等学校音楽部です。台湾で最高額の寄付を記録12月12日の正門町行進には沿道に3万人の観客が集まりました。京都立花高等学校音楽部日本のマーチングパフォーマンスグループ行列の最後にはたくさんの人が続いていました。その夜の行進に正門町に続いた人の数台湾バンドパレードの歴史に新記録を樹立最多フォロワー数記録同時に日本国内の記録も更新した。同時也刷新在日本的记录。